個人解決力とチーム戦術理解度ある程度比例するものでしょうかあ、結構違いますね。戦術理解低くてもう個人で足早かったから止めれたとか、そう、体強いからセリカッターの人もいるからね。ただそっちばっか評価してチーム作っていくとね、チームの目線が定まんないんですよね。あとそういうなんか、もう個人のポテンシャルをあの評価するながらずっとやるとメンタルが鍛えらんないから、これでいいでしょうでなっちゃうから。 それだったらそういう選手よりもチームにコミットする選手を使って個人解決力がある選手にその大事さに気づいてもらう方が大事かなっていう選手が高いなと思いますね。J リーグの現役選手